新女神転生5日めくり悪魔動画、本日は妖魔をお届けする。ナルキッソス、今後ともよろしく。自分自身を愛したことで知られるギリシャ神話の花の神で、その姿を水仙に変えられたとされ、もともとは非常に美しい姿をした青年であったが、水たまりに映った自分の姿にしか恋できない呪いをかけられた。レギオン。聖書マルコ福音書に我多数なりと記される悪霊の大群。元来の名の由来は、当時のローマで用いられた5000人規模の兵団を指す連隊を意味する軍隊用語であると。ハヤタロウ、よろしくでござる。長野にある寺院光禅寺で飼われていたとされる霊剣で、怪物退治の伝説が残されている。戦いの末に怪物を退治するが、自らも傷を負い、和尚の前で息を引き取ったという。マナナンガル、今後ともよろしく。フィリピンのシキホル島に伝わる魔女、上半身と下半身を切り離し、背中に生やしたコウモリの翼で空を飛び、人間を襲って吸血する。デメテル、今後ともよろしくですの。ギリシャ神話の女神ゼウスの姉であり、豊穣神であり、穀物の栽培を人間に教えた神とされ、文明を発展させたことから法が必要となり、掟をもたらすものという意味の別名が存在する。アナーヒタ、今後ともよろしく。ゾロアスター教、ペルシャ神話の女神で、川や水を司る水神。気高く美しい処女として描かれるが、同時に四頭立ての戦車に乗って悪魔や暴君を打ち負かす分身でもある。チロンヌプ、アイヌの言葉で狐を指す。アイヌでは災厄の予兆を伝える神獣とされ、山から大声で吠え災害が迫っていることを人々に伝えるとされる。